トカルパチェ県は、ポーランド南東部の県である。1999年に、キュープシェムイシル県、ゼシフ県、クロスの県とタルノブジェク県の一部が合わさって、誕生した。意味は、カルパチェア産地の近くの土地。県とはゼシフ。東でウクライナと、南でスロバキアと接していて、国内では、ルブリン県、シフエンティクシシュ県、マオポルスカ県と接している。 もともとは、東マオポルスカ県という名前になる予定であったが、直前になって、現在の名称に決定された。見どころは、クラックフのバベル城にちなんで、小、バベル城と呼ばれるバラヌーフサンドミエルスキ城。城は大貴族のレシチニスキ家の邸宅の一つとして、1591年から1606年にかけて、イタリアルネサンス様式で建設され、後に、 ルボミルスキ家の所有となり改装された。バラヌフサンドミエルスキ城の公式ホームページあり、街の公式ホームページあり、ポトカルパチェ県の県と、軍需産業や航空産業の発達した工業都市であるが、美しい自然に囲まれており、落ち着いた雰囲気の美しい旧市街がある。旧市街のほジゼシフ城、ルボミルスキ宮殿、 多数のキリスト教会軍やユダヤ教会などが見どころ、公式サイトあり、ありがとうございます。